皆様ごきげんよう。札幌在住独身アラサー女の夏子です。今日は豊平神社にお参りに来ました。左から歩いてきたのが夏子です。いつも上半身だけなので夏子の全体像を今回はお見せしたいと思います。いざお参りへ。桜が開花したという情報があったので神社でお参りした後は最寄りの豊平公園にもお邪魔したいと思います。ちなみに豊平神社には初めて来ました。まだほんの少し雪が残っている豊平神社でした。この手水屋で驚いたことが一つ。まだ水が出てなくて、ああ時期じゃないのかなと思ったら、近づいたら水が出る自動式だったんです。今時だなって思いながら手を洗う夏子。あ、ハンカチ忘れた、やべ。この木すっごい綺麗なピンク色でした。そういえばちょっと絵馬が見えちゃったんだけど、ウルトラマンになりたいって書いてあった絵馬があってすっごいほんわかしました。皆さんが子どもの頃なりたかった大人ってどんな大人でしたか？夏子は周りの人を笑顔にできる大人になるっていうのが子どもの頃の夢でした。だから一時期お笑い芸人になりたいって言ってたことがあります。芸人にはなれなかったけど、周りの人笑顔にできてるといいな。それでは夏子ご挨拶してきます。二礼二拍手一礼、二礼二拍手一礼。お賽銭を先に入れるのか手を合わせるのか、どっちが先かわからなくなった夏子。さて、ご挨拶も終わりました。次は豊平公園に行きたいと思います。それにしても今日はすごい風が強くて、花粉症の人とかハウスダストアレルギーの人とか結構辛い一日だったんじゃないかな。夏子は毎年春先の埃っぽさで鼻がやられます。マスクの中で突っ伏しながら歩いてることがあるので、いきなりマスクを取れって言われたら無理です。豊平公園に向かう途中、かわいいワンちゃんがいて、手を振ったらこっちに近寄ってきてくれました。ただカメラを向けるとすっごく吠え出して、苦手なのかな、ごめんねワンちゃん、ごめんごめん。夏子は動物アレルギーもあるのであんまり触っちゃいけないんですけど、ワンちゃん大好きなので思わずヤシヤシってしたくなります。そんなこんなであっという間に豊平公園に着きました。
豊平公園の案内板初めて見た。桜の開花宣言はあったけど、豊平公園はまだ見ごろな感じではないかな。でも久々来ました、豊平公園。一昨年の秋に紅葉を見に来た時はすっごい綺麗な紅葉が見れました。なので1年半ぶりぐらいだったかな。この日本庭園みたいな木、かわいいですよね。これを渡ると不思議の国に行けます。嘘です。さて、まだまだ進んでいく。いい天気だな、あははん。いい天気だな、あははん。ちょっと休憩します。クモの巣確認。もう4月も終わりですね。なんだか本当にあっという間でした。もう5月か。ゴールデンウィークですね。皆さんは何するんですか？夏子、人混みって苦手なので、もしかするとずっとお家でのんびりするかもです。おうち居酒屋でもしようかな。本日のお供、スターバックスのアーモンドラテです。夏子のお気に入りのラテです。あんな風におじいちゃんおばあちゃんになっても二人でお散歩できるのいいね。あとこんな風に家族でピクニックするのもいいね。今は当たり前な存在、空気みたいな存在って思う人いるかもしれないですが、多分ずっとは続かないから、今この瞬間を思いっきり一緒に楽しんだ方がいいと思います。それをお互いがちゃんと理解し合えたらいいですよね。この人に出会えてよかったって思うために、まず自分が楽しいことをしていきたいです。上を向いて歩くのもいいけど、足元にも幸せってあります。そういう小さな幸せにも気づける人間に私はなりたい。桜が見えてきた。だけどこれ右側って白樺かな。これ白樺ですよね。花粉症の人が苦手な白樺ですよね。ここにいても夏子全然平気ってことは花粉症ではないってことだ。じゃじゃん、ちょっとピンクめいてました。おー、全然ピントが合わなかった。
ほら見て、まだつぼみ、頑張って咲いてね。夏子も頑張って咲くぞ。さて、そろそろ夏子帰ります。お腹が空いたので帰ります。松ぼっくりでか。夏子の足23センチなんですけど、同じぐらいある。松ぼっくりでか。お化け松ぼっくりやな。あばよ松ぼっくり。お、ここは一段とピンクピンクしてる。これ桜かな？梅かな？どちらにせよすっごい綺麗。ちなみに松ぼっくりにも種類があるみたいで、夏子の足のサイズのやつはこれだそうです。はい、今日の動画は以上です。いかがでしたか？また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。